はい、どうぞ。いや、皆さんこんにちは。まあしかしね、毎日毎日、ニュースでもありますけど、だん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 、激しくなっておりますね。まあこれはですね、収まらないっていう感じしますけども、とにかくですね、国民の疑念を招いたと、国民に信頼がもう損ねたということですね。これは岸田政権崩壊が近いんじゃないかと思いますね。まあ内閣改造やってもですね、大したことないですね、これは。もう本当にこれ今後どうなるかですね。岸田派もですね、今度狙われますよね。まあ今ちょっと動いてるらしいけども、これはもう安倍派も黙ってはいませんからね。これはもうちょっといろいろ出てくると思いますよ。もう政治というのはもうお金が必ず絡んでますから、もうこれはですね、安倍派だって黙っていない。岸田ボロボロになります。これをどう出てくるかですね。自民党政権、厳しいかといって野党はね、低たらくだし、本当にこの日本どうなるかということも懸念されますね。ですから、この今後ですね、まあ、賛成党もちょっとね、今、ちょっとぐらついてますからね。で、日本保守党、これもちょっとね、やはり現実は厳しいんですね。やっぱり足を引っ張る人も出てきます。ですから日本保守党もよほどしっかりしないとですね、なかなか、厳しいと私は思います。もうそういった中でですね、一日一日様子を見ながらですね、どういうふうにこの集中つけるかということが求められています。皆さんもぜひですね、この機会に政治とは何なのかと、本当にいつまでたっても政治不信ね、最も尊敬されなきゃいけない政治家が最も軽蔑の対象になっているというこの事実をしっかりとですね、受け止めて、この見ていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。すいません、失礼します。